はいお疲れ様ですえ今回は僕がめっちゃ気に入って使ってる音声入力アプリを紹介したいなと思いますこれマジでめちゃくちゃいいんで本当におすすめですあの案件とか全然そういうのじゃなくてあの僕のこのチャンネルのディスコードコミュニティがあるんですけどそこに参加してくださってるダグディグさんっていう方がいらっしゃるんですねでその方が以前のライブ配信の時にこのアプリを教えてくれたんですよでそのライブ配信中にいろいろ触ってみたりとか あのまあ、実際にダウンロードしてね使ってみてこれめっちゃいいじゃんってなってもうそこから課金して使ってますはいこれねマジでおすすめなんで案件とかそういうのは全然なくってマジでおすすめなんで今日ちょっとね紹介したいなと思いますで何がいいかって、まあ、2つあるんですけどまず1つはこれ買い切りなんですよもう1回買ってお金払ったらもうそれ以降ランニングコストかからないんですよこれですねこれ19ドルのやつ 1> もう1回買えば生涯アクセス可能なんですよ。でよくないですか、これ。今 19, 19ドルだから日本円だと3000円ぐらいになるんですかね、はい。3000円1回払っちゃえば、もうこれ、この後ランニングコストかかんないんですよ。これ、マジでいいなと思ってて、でなおかつあのアップデートもずっと生涯受けられるんですよ。 もう買っちゃったらそのバージョンのまま止まっちゃうよとかまあバージョンアップは1年間までしか対応しませんよとかあるんですけどこれずっと対応してくれるらしいんですよこれマジでいいなと思ってますはいで2つ目でいいのはこれねローカルに保存されるんですよこの音声入力をしたあの音声とかデータっていうのがローカルに保存されるんでそのネット上に持っていかれないんですよねなので まあどういう使い方をしていきたいかにもよるんですけど、なるべく外に出したくないなっていう情報とか、そういう音声をね使うとか、会議で使うとかって言っても結構ね、安心です。これ、マジでね、いいなと思いました。これ、本当すごいっすね。マジですごいと思ってます。でも、今、めちゃめちゃ気に入ってて、ガンガン使ってる感じです。でも、僕、有料課金してもう3000円払って使ってるんですけど、 で普通に音声入力としてあのめっちゃ優秀です、まあ。例えばですけど、これ今メモアプリなんですね。これアプリなんで、あのこういう普通のデスクトップアプリとかあのメモアプリとかでもいけるし、あのチャット GPT とかのこういうウェブ上の画面でも全然いけます。どっちでも大丈夫です。で例えばなんですけど、まあ、今回メモアプリで、 で、入力しますと。で、あのショートカットキーを設定して、にあのオン・オフ切り替えるんですよ。で、今、あの音声入力を開始している状態です。で、その時は、この下のところにですね、こういうなんかマークが出るんですね。赤いポチとか、あと、ここ今、ぐにょぐにょ動いていると思うんですけど、これが今、音声を認識してるっていうあの証っていうか、あの印ですね。で、僕が喋らなくなって黙ると、 止まるんですよなのでこれで今ちゃんと音声入力が届いてるかどうかっていうのが判断できます。でこれまたあのもうこれで音声入力止めたいなってなればショートカットキーを押すかあとはこの赤いボ丸ポチ、まあ、停止ボタンを押してあげると、まあ、今くるくる回っててで今これ文字起こしがされてる状態です。はい、で、まあ、ある程度やっぱりね長く喋っちゃうとそれだけ文字起こしに時間がかかるんですけど。 まあそんなに長くなければもうパパッとはいもう出てきました出てきましたねこれね結構精度もいいんですよこんな感じで今音声入力開始している状態ですでもちゃんと丸もつくしであの点とかもちゃんと入れてくれるんで赤いポチとか今ぐにょぐにょ動いてるこれが音声を認識している証ですとかまあ印ですとかこれ結構精度良くないですか で、あの「あ」と,と,とか「えっと」とかこうなんか自分でこう「うーん」とかって言ってるのもほとんど拾わないんですねすごい綺麗な文章というか文字起こしをしてくれるんでこの精度の高さもすごいなって思ってますはいでこれローカルなんであの結構安心して使えるっていう感じですねこれマジで、ね、おすすめです <laughs> もう本当におすすめしたいっす <laughs> はい であと、ざっくりとちょっとねアプリがどういう仕様なのかっていうのをお話しすると、まあ、この今カーソルを合わせているのがこのボイスインクっていうこのマイクのマークですねこれがアプリで,でこれを押すとこれがアプリの画面になってますでどんくらい使ったよーとかっていうのがなんか波形で出るのとあとここのヒストリーっていうところを押すと、まあ、過去にどういうふうに使ったかっていうのが残ってますでもちろんこれあの消すこともできるんで で今しゃべったやつはこれですねはいで文字起こしがされてるんで、まあ、これをコピーするっていうこともテキストをコピーすることもできるしあとはこれ音声残ってるんですよですでその時はこの下のところにですねこういうなんかマークがで なので、あの後で音声聞き直しながら、この文字起こしを確認するっていうこともね、全然できます。はい、で、僕、今、有料課金をして、API 設定してるんですよ。なので、2つ、あの文字起こしが表示されてると思うんですけど、これ、あの全然 API 設定しなくても、全然普通のローカルのこのオリジナルって書いてる、こっちの方でも、あの精度も高いし、出力も速いです。これ、めちゃくちゃいいんで。 はい、で、えっと、ここに AI モデルっていうのがあって、ここで自分の,あのどの言葉を使うかっていうのを選ぶことができます。で、まあ当たり前ですけど、僕、ジャパニーズにしてて、で、ここにいろいろモデルがあるんで、ダグディクさんにおすすめされたのが、これですね、LargeV3 Turbo かな。で、これをダウンロードして、デフォルトに設定しておくっていう感じですね。はい、で、これでも動いてくれてます。 であと僕の場合は今、有料課金してるんで、まあ、この有料版の機能を使いますよっていうのをオンにして、で、ジェミニ2.5フラッシュの API を設定してます。なので、ヒストリーのところに、今、これおり、えー、っと、どこだっけ、これか、オリジナルの方の文字起こしと、あとはジェミニ2.5フラッシュが文字起こししてくれたものと、2つ出てきてるっていう状態です。 でまあ、どっちを優先的に使うかっていうのは切り替えられるんで、まあ、これ選んでもらえれば OK かなと思ってますだどっちも使えるんでより精度が高い方を使うっていうのもいいし今僕の感覚で言うとこのオリジナルの,あのモデルの方はこう、まあ、いわゆるよくある文字起こしみたいな感じでつながってるんですよねただ API 設定してジェミニ2 5フラッシュだと綺麗に丸が入ってたりとか まあこちょっとね、区切ってくれてるんですよ、言葉が切れたところで。んで、こっちの方が綺麗で使いやすいんで、まあ、こっちを使ってるんですけど、もうなんかそのまんま雑多な状態であの使ってもいいよっていう場合は、まあ、全然こっちでもいいかなと思ってます。はい、であとは API を使っちゃうと、API 経由でそっちに情報が入っちゃうので、まあ、それが嫌な方とか、そうじゃない場面で使いたいときは、これオフにしとくっていうような、まあ、そういう使い分けが必要かなと思います。 はい、であとあの、これね、結構ね、面白いのが、あの自分でプロンプト仕込めるんですよ。これ、結構面白くって、で今、僕、こういう風に、英語に翻訳っていうプロンプトを仕込んでるんですね。で、これで僕が音声入力すると、僕が喋った内容を英語変換してくれるんですよ。これ、例えばですけど、まあ、さっきのメモに、で今、ここに出しましたと。 でここでこの緑色のポチがあると思うんですけどこれを押して英語に翻訳っていうのを僕が設定してるやつを入れますとただから今この英語に翻訳っていうふうに裏側で設定したプロンプトの状態であの今音声入力をしてくれてるんですねでまあ今ある程度喋りましたよとで止めますはいでするとあ,のあれを切り替えたところから音声入力をこんな感じで 英語に変えてくれるんですよこれすごくないですかいいよこれ。で僕今あのこの裏側のプロンプトに「えっと、パラレルテキスト」っていう英語の文章があってその下に日本語訳っていうようにこれをもう2行同時に出してくれっていうふうにプロンプトを仕込んでるんですね。 で、これが働いてるんで、英語の文章と日本語の文章が両方出るっていうようなプロンプトにしてます。で、それを今みたいに切り替えて選べるんですよ。これ結構すごくないですかこれね、マジで面白いなと思いました。はい。えー、っと、これはちょっと中身を見せますね。こんな感じで自分で設定ができるんですよ。で、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、入力された日本語を正確なニュアンスで、 英語に訳してくださいとで出力は以下のようなパラレルテキストで出力してくださいって言ってでこの例文はあのチャット g p t の,の O3 に作らせてっていう感じでやりました、はい、出力形式っていうふうに指定してでやると僕の喋った言葉がこうやってパラレルテキストで出力されるって感じですね結構面白くないですかこれであのいくつかこう自分でどんどん作れるんですよ まあ今のところ実験的に1個しか作ってないですけど多分複数作ってその用途に合わせて切り替えられると思うんですね。なので例えばですけど議事録専用の,あのプロンプトとか、まあ、これを作っておいて、まあ、アシスタントって言うんですかね。はい。っていうのをアシスタント作っておいてで、まあ、今日はなんか Web ミーティングだからって言ってでこれをオンにしてであのアシスタントを議事録用のやつに切り替えておいて でわーって喋りました終わりましたってなったらもう議事録が完成してるみたいなことができるわけですよ。これ結構ねすすごいと思ってますはい、であのここにカーソルを入れ合わせておくと出力されるんですけど、まあ、例えばですけどいろいろ触ってたらもうカーソルがどっか行っちゃうじゃないですかメモから外れちゃうじゃないですか。だとしてもこのヒストリーのところに戻ってあげればここに残ってるんであの普通にただの あの音,声音声録音だけでも全然いけます。これもまたねいいところだなって思ってるんですよ。これマジでね使い勝手いいんですよ。でこれが3000円ですよ。これが3000円ですよ。<laughs> やばくないですかめっちゃすごいなと思ってます。はいで今みたいにこのプロンプトを押し込むとかっていうのはあのプロプランじゃないとできないので、まあ、そこはやっぱそのプロプランっていうか課金しないとできないので、まあ、そこはおすすめしたいなっていうところですね。 であと、おそらく、さっきみたいな、この、自分でプロンプトを押し込んで、何かいろいろアシスタントをね、設定するっていうのは、API を設定しての機能になると思うんですよ。あ、でもこれいけるか。このままいけんじゃねちょっと試しますね。今、あのこの API のやつを解除した状態でやります。ごめんなさい、ここ確認をしなかったですね。 あーでもこれそうかな。今ちょっとテスト的に、あの、何ですか、有料版の機能のやつをオフにして使ってるんですけど、これでパラレルテキストで出力されるかどうかを確認します。いけるのかなあの、パラレルテキストになりましたね。なったんだが。 API の方が起動してるっぽいですね。まあなんでやっぱこれ API 経由じゃないとダメっぽいので、まあ、何かアシスタントを仕込むってなると、まあ、何かしら API 設定して使うっていう形になっちゃいますかね。なので何か機密情報を扱わなきゃいけないとかその入力するのがはばかられるような会話の内容とかだったらもうこれはオフっといた方がいいかもしんないですね。 でこれも会話中ににこここにキキラキラマークがあるんですよこれ押しちゃえばもう今この API 経由のこの設定の方は今多分使ってないのででこれでいけるはずですで今止めましたあここですねはいだから今あのこ,こっちのキラキラのモデルの文字起こしが今ここ表示されてないんで まあこれで会話中に切り替えるとか、あのまあ、今回の会話はなしにしようとかっていうのができるんで、まあ、そうやってうまく使い分けてもらうのがいいんじゃないかなと思います。はい。っていう感じですかね。これはね、本当におすすめです。めちゃくちゃ僕気に入ってます。はい。もう有料課金してガンガン使ってるんで。 はい、おすすめしたいですね。もうこれを教えてくださったダグディグさん、マジで感謝です。ありがとうございます。<laughs> はい。本当におすすめなんで、案件とか全然そういうのじゃないんで。はい、なので、えっと、これ、このリンクを概要欄に貼っとくのであの、よかったら使ってみてください。ただ、えっと、言うの忘れてました、申し訳ないです。あの、今更なんですけど、これ、Mac 専用アプリなんですよ。なんで、Windows ユーザーの方は、今のところ、こいつは使えないんですよね。 でこれは結構、あの、ライブ配信中でも、その、Windows ユーザーの方から、あの、もうなんか、マジかよっていう言葉が結構多くて、あの、まあ、ちょっとやっぱ、なんだろうな、紹介するのどうしようかなっては思ったんですけど、ただ、マジでつあの気に入って使ってるんですよ、僕。めっちゃおすすめなんで、まあ今回、紹介をさせていただきました。Windows ユーザーの方にもね、使いやすい、こういう音声入力アプリが、 あればいいんですけどねだからもちろんその月額課金のものだったら、まあ、いくつかやっぱりおすすめというかあの良さげなものはあるんですよアクアボイスとか、まあ、それこそスーパーウィスパーとかですね今流行ってるんですけど例えばローカルっていうかその買い切り買い切りっていうポイントで言うともうこいつ一択になっちゃうんですよね他にも僕いろいろ探したんですけどやっぱこいつが一番良かったんではい。 なんでまあちょっとマックユーザーの方限定のアプリにはなっちゃうんですけどめっちゃおすすめです。はいという感じであのボイスインクを紹介させていただきましたはいぜひ、まずあの無料で7日間使えるんでよかったら使ってみてください。ははいでは